アン・プライスです。緊急の場合は事務所にお電話ください。ティーガンは出ない。密告者は彼女かローレルだ。アナリーズかも。別れのスピーチ、白雪姫の凶暴殺人にまつわる試験問題、彼女に違いない。いや、ティーガンの方が怪しいぞ。それかローレルかガブリエル。ガブリエルは違う。ローレルはわざわざ電話をくれた。だからアナリーズだ。彼女はやっとすべきことをしたんだ。わかった。じゃあお前の言う通りアナリーズだ。なぜシラフなの？え？ハイになってプロポーズしたならわかるけど、そうじゃないんでしょ。配偶者特権のためだって言ったろ。もしかしてマッシュルームをやらなかったのはあなただから？やめろ。FBI と取引してることが後ろめたくなったからプロポーズして私を守ろうとしたのね。そうなの？俺じゃない。自分以外の全員を責めてたよな。これじゃ敵の思うツボだ。猜疑心からの仲間割れ。俺たちはこれまで必死になって守り合って信頼関係を築き上げた。仲間を疑った途端それが崩れ去る。家族だろ。君たちは家族だ。俺はアッシャー、正直に言ってあなたなの？でも具体的な情報は何も渡してない。だからこそまだ俺たちは逮捕されてないんだ。ニュースでサムの殺害は複数による犯行だって言ってるけど、 FBI はもともと知ってたんだ。絶対に誰のことも話してなんかない。なぜ殴ったの？絶対に誰のことも話してなんかない。わからない、わからない、わからない。息があるか見ろ。やってよ。救急車を呼んだ方がいい。じゃあ呼んで。ああ、手が震えてダメだ。コーナーやってよ。マッシュルームのせいだ。ちょっと待って。